鳥居と山道、古市の神社と長瀬八幡宮、大鳥居跡長瀬八幡宮は愛知県岡崎市、森古町にある神社。文化四年根流の木造大鳥居で知られる神社であったが、大鳥居は1990年9月19日の台風19号により倒壊した。天領四年、源頼近は道の区の安倍頼時を打つよう命ぜられる。 京都を出発して矢半木川まで来ると、洪水のため立ち往生するも、弓矢八幡に一心に祈ったところ無事に川を渡ることができた。公平六年、より地下は雷事征伐の帰りにこの地に祠を建てる。これが長瀬八幡宮の始まりと伝えられる。鎌倉時代には、源氏、北条氏の醍号を受ける。足利高氏は社殿を復興し、 板倉氏を官主として奉仕させたという。文明8年、松平近忠が社殿を改造。A63 年、桶狭間の戦いで、織田軍に追われた徳川家康は、当社の森から現れた鹿の導きで矢幡川を渡り、大気寺までたどり着けたという言い伝えがある。その例として家康が奉納したのが、小野小町の生涯が描かれている、熊代小町絵巻である。現在は、 岡崎市美術博物館に保管され、レプリカが社務所と岡崎市立矢萩北小学校に置かれている。その後、田中義正が岡崎城主になると、田中は城の溶剤のため建物や石垣を壊した。慶長8年に稲中寺国印城によって長瀬村内で六十国が与えられ、慶安元年2月24日に徳川家光の衆印城を受けた。 文化4年、木造の大鳥居が建立される。1959年9月26日の伊勢湾台風による鳥居の被害は甚大であったが、修繕をして持ち直す。しかし1990年9月19日の台風19号によりついに倒壊した。1872年、豪車となる。1873年、表門が大樹寺より移築された。 毎年10月第3日曜日に霊体祭が開催される。神に奉献する平白をカラビツに入れて運ぶ行列が行われる。カラビツは二人の神職に担がれ、棒引きの先導で行列を従いた境内に入る。子供みこしの練り歩きも行われる。ありがとうございます。